どれぐらいがこう世に出ずに日の目を浴びずに、やっぱり 95% 以上は、熾烈な争いを繰り広げる韓国コンテンツビジネス。そんな中、独自の手腕でヒット商品を生み出すキーパーソンに密着。こういう化粧品が大ヒットした。韓国の命をどんどん吹き込んでいく作業、吹き込んでいく作業だと思います。日本ではすごくキャラクター事業だったり産業が広まってたんですね。すでに子供の時の僕の経験も活用できるんじゃないかと思って。今注目のコンテンツ IP 成功の秘密に迫る。うちに預けてくれた案件元の気持ちとかっていうのをやっぱり大事にしていかないと。経験も必要だし、愛情も必要だし、日本 IP に対する理解も必要だから。どうもめぐるです。さあ今回はですね、テーマがアニメということでお届けしていきたいと思います。はじめまして、めぐるです。名古屋で10年以上ラジオ、MC など喋る仕事を中心に活動していましたが、今年3月に一連の仕事を辞めて世界一周の旅に出ました。これから各国でビジネスパーソンに取材をしていきます。まあ、好きな方も多いと思いますけれどもね、やっぱりこう日本の専売特許というか得意ジャンルというイメージがあるんですが、さあ果たして韓国のアニメというのは一体どうなっているのか、韓国のアニメシーン最前線で働く方に今日はお話を伺っていきたいと思います。この辺りで待ち合わせになってるんですが、あ、ブルギョンさんですか。どうも、ブルギョンさんでしょうか。そうです、はじめまして、ゲームブルーのめぐりと言います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回お話を伺ったのは韓国のコンテンツ企業 SMG ホールディングス創業者のブルギョンさん。日本をはじめ世界各国の大人気のアニメやキャラクターのライセンス事業を展開しています。こういう作品をやっております。あ、これこれテレタビス、はい、うちがやってるんですよ。あ、そうなんですか、はい、お、鬼滅、鬼滅は、はい、韓国ではどうなんですか。大人気です。あ、そうなんだ。あとはペコちゃんも実は弊社でやってます。ペコちゃんってなんかお菓子のキャラクターってイメージなんですけど、韓国ではちょっと違うんですよ。あの弊社だと例えばですね、ちょっとこっち側でこういったちょっとペコちゃんの商品が一部ありますけど、こういう化粧品が大ヒットしました。牛乳パックの中に化粧品入れてですね、パックお菓子のパッケージにして中は化粧品が入ってたりとか、はい、これはちょっと日本の商品ですけど、これは韓国オリジナルで、コスメ美容とかってやっぱ韓国強いイメージなんですけど、はい、なぜペコちゃんをそこで掛け算で合わせようと思ったんですか。いや、あの韓国では実はあの、まあ、お菓子は販売しているんですけど、ちょっと我々はこの IP に興味を持ったのはやっぱキューティーながらセクシーなキャラクターと思ったんですよ。お、はい、そういった側面であの韓国 の, あのいわゆる若者MZ 世帯って言うんですけども、はい、若者に結構当たるんじゃないかと思って、それで藤谷さんと契約をしてですね、今韓国でライセンスをしているんですけど、アパレル系だったりやっぱりこういう美容系の商品がすごく当たりました。はい、こういうアイディアってのはどこから思い浮かぶんですか。ちょっと弊社内のやっぱり企画チームで韓国に合うような IP の広げ方を半券元さんに提案して、また素材とかも一緒に開発してですね、進めてますね。あのこのキャラクターの良さとかブランドの良さっていうのをちょっと冷静に判断して企画を立てるっていうのも大事だし、あと市場調査もすごい大事ですね。果たして我々が考えた考え方が合ってるかどうかっていう調査も内部でして、それであの戦略を推進していきます。マーケティングをしていく上で大切なところってどういったところなのか。あ、キャラクターをあの一つの人格だと思うことだと思います。はい、生命力をどうやって与えるか。ただあのその生命力が韓国の人たちの心の中に入り込まないといけないわけだから、
韓国でのペコが生きている、うん、環境を我々が提供して、うん、それと一緒にチームワークを組んで進めていくことだと思うので、うん、韓国の命をどんどん吹き込んでいく作業、ね、吹き込んでいく作業だと思います、はい、あ、かわいい、はい、企画の企画をする会議室ですね。ここでのミーティングにブルギョさんも参加されることは？はい、参加します。IP 戦略を立てたりとか、はい、一緒にこうスクリーンで試写したりとかで、うんうん、はい、方向性を決める会議をする会議室ですね。社員と打ち合わせするときに気をつけてることとか何かありますか？はい、僕たちのやってるビジネスの主力ターゲットがやっぱり若い層だから、やっぱり若い社員たちがいろいろ意見を出せるようにですね、そういう環境を作ることだと思います。うん、はい、楽しく仕事をしてもらうことじゃないかと思うんですけど、やっぱ発想が楽しくないと結構面白い、おかしい、楽しい発想が出ないと思うので。うん、毎週日曜夜7時配信、チャンネル登録よろしくお願いします。もともと韓国で大学卒業して、はい、どこに就職したんですか？まあいろいろあったんですけど、落ち着いたのは今先ほど申し上げた大元という会社に。大元、はい、まあ、子供の時の経験もやっぱりあったと思うんですけど、日本ではすごくキャラクター事業だったり産業が広まってたんですね、すでに。でも韓国はまだまだ未開拓だったんですよ。キャラクター IP って商標だったり知的財産で法律的に守られているものなんですけど、やっと韓国でその商標権っていうのが認知され始めた時期だったんですね。なのでアニメーションとか漫画出版っていう、あとゲーム産業だったりという産業がやっぱりインターネットの普及もあってですね、広がりつつあったので、うん、これからちょっと IP 事業っていうのはそう可能性があるんじゃないかと個人的には思ったし、うんうん、あと子どもの時の僕の経験もちゃんと活用できるんじゃないかと思って。自分が好きなものですね。はい、まあ、当時僕も年が40前後だったので、うん、会社に残るべきか新しいチャレンジをするべきかっていうところをすごく迷った時期だったんですね。うんうんうん、はい、で僕がやりたいことはやっぱりその IP 事業だったんですけど、なんとなく、まあ、今その大元さん、大元っていう会社での、方向性がプラットフォーム事業の方にどん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 シフトしていく気がしまして、うん、じゃあ僕のこれから僕がやりたい、これからやっていきたい仕事とはちょっと離れていくような気がしたんですね。はい、長期的な観点で見ると、うん、それでじゃあちょっとチャレンジしようと思って、はい、僕が思うその IP 事業って結局物になっていないものを取引する仕事じゃないですか。うん、この知的財産っていうのは本当に絵を売るような産業だから、はい、相手側に信頼がないとお金だけで自分の知的財産を預かってもらったりすることはなかなか難しいと思うんですね。なのでかなり取引する人同士での信頼がすごく重要だと思うんです。うん、韓国のその一般の企業で働いている収入面とかっていうのは、はい、まあ、普通の給料だとどう満足にいくものなんですか？いや、いかないと思いますね。まあ、初級でだいたい年俸で250万円から300万円ぐらいの間、手取りじゃなくて、はい、はい、手取りじゃなくて、そこから税金引いて、まあ、で結構あれですよね、僕も暮らしてて、はい、物価とかあんま日本と変わらないから、変わらないです。結構大変ですよね。厳しいと思います。そうするとブルギャーさんみたいにこう起業を目指す人って多いんですか？多い方だと思います、日本に比べると。でも最初からこう起業家になろうっていう考えて、その夢を見てなんか就職活動するっていうよりは、自然にこう40ぐらいになって、うん、
これから自分の人生どうやって設計するべきか、みんなやっぱ不安になるじゃないですか、40ぐらいになると、はい、そこからやっぱり会社立ち上げる場合とかですね、多いんじゃないでしょうか。はい、なんかどうしてもこう韓国って受験戦争を勝ち抜いて大きなところを目指してそこを取りに行くためのこう受験戦争、はい、自分のこう人生設計みたいなのがあるようなイメージがあるんですけど、はい、ブルギョンさんも結構勉強してたんですか？いや、僕は日本で漫画アニメを見てたので、中学生の時はあ、でも高校になってですね、高校生になって韓国に行ってからはめちゃめちゃ勉強してました、やっぱり。あ、そうなんだ、はい、でもその日本の経験がなかったら多分今のビジネスにはつながってないですもんね。あ、間違いないですね。そんなブルギョンさんと向かったのは韓国最大の展示場。今日はこれどういうイベントになるんですか？今日はですね、あのキャラクターフェアっていうイベントでして、はい、毎年夏休みに開催されるあのアニメキャラクター系では韓国で一番大きいイベントです。はい、韓国のキャラクター産業のことを多分理解いただくには一番いいイベントかなと思うんですね。これがあの多分ピンクポン、あの黄色い赤、あのピンクの赤すみません、ちょっと息子に写真撮って送ります。これ韓国のアニメなんです。スーパーウィングスっていう、まあ、飛行機が主人公の作品なんですけど、はい、パトロールはあれも韓国ですか？あれはアメリカです。あ、あれはアメリカ、はい、なんか絵のタッチがすごいなんか似てるな、似てます、はい、やっぱり CG 系じゃないですか、パワーパトロールも、はい、なんか結構似てるところありますね、やっぱり、はい、今はその CG 系が来てるんですか？結構もう来てるっていうか、ずっとそういう状況が続いてます。あとアニメ自体のターゲットもハイターゲットよりは子どものアニメが多いです。やっぱ韓国って結構教育熱が激しい国なの で、ね、子どもにとってあのプラスになるような知識になるようなものをどうしても選んで子どもに見せるっていう環境ですね。こんにちは、このキャラクターですね、はい、ちょっと見ますか、見てほしい。こういう YouTube から広がってグッズ展開まで、これも YouTube から、はい、でグッズ展開、はい、今あの全世界で450万購読者がいるらしいです。450万、はい、そのミュージカルで出たものをこうやって本に写してですね、 QR コードでミュージカルをこう配信を見れる、そういう、あの最初はですね、あの YouTube でコンテンツを始めたんですけども、やっぱり韓国の親たちもあんまり子どもたちにテレビだったり YouTube をたくさん見せたくないっていうところもあるので、あのこういった本にしてですね、まず本に入ってもらって、本の中のコンテンツをもうちょっと豊かにっていうところで YouTube にオンラインデジタルにあの見てもらうようなやり方でやっております。あと教育的な話としては言語を教えてあげる、そういうところ、そういう要素もありますし、あと好奇心を子どもたちに高めさせるというので、そういった教育要素を作品に入れ込んでますね。いろいろ多分だからこの業界も熾烈な争いがあって、はい、ね、はい、どれぐらいがこう世に出ずに日の目を浴びずに、やっぱり 95% 以上は、あの世の中で多分光を見る機会もなく、あのなくなっていく作品があるんじゃないかなと思います。でもやっぱりチャレンジする価値はあると思います。やっぱりあの原作を育てることとか IP を育てることって非常に難しいんですけど、でも価値のあることだと思うので、うん、ブルギョンさんはなぜそこに価値があると思いますか？やっぱり今はメタバースだったり NFT だったり、そういうニューメディアに広がっている中で IP を求めるニーズがどん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 広がっているところだとなんじゃないかなと思うんですね。そこに気づいてもうみんな取りに行こうとしてるわけですか？そうですね、そうです、はい、毎週日曜夜7時配信、チャンネル登録よろしくお願いします。韓国式のしゃぶしゃぶっていうのは何が違うんですか？ちょっと味が辛いですね。あ、ちょっと辛めで。辛いんですね、はい、食べ方としてはお肉をまず入れて召し上がって、うん、でその後なるほど、その後に最後に上忍して食べる。すごい、あ、三段重に三段重です、はい、1週間に1、2回ぐらいは一
緒に会社社員と一緒にご飯食べたりしてます。ブルギョンさん、はい、50代でデジ従業員の方が20代とかだと、はい、これその今何が流行ってるのかとか若い子たちが感覚何が好きなのかとか知る努力をしないとついていけないですね。そうですね、やっぱり考え方とかあの話す言葉とかも全然違うので、やっぱ若者言葉なんですか向こうは。はい、でもやっぱりどうしても理解できない部分はありますね、はい、それはもう諦めて理解しようとしないで任せるしかない。おいしそう、そういただきます。はい、どうぞ。うん、少しこう野菜の苦みが効いてて美味しいですね。はい、意外と韓国料理って、ね、お肉とかって有名ですけど野菜が多いんですよ。いやこれ美味しいわ。フギョンさんとかの会社はリモートとかどうしたんですか。ほとんどしてないですよ。あ、そうなんだ、うん、まあ、僕自身がもうすごい不便で、ただあの取引先とはですねリモートでやってました、はい、日本はもちろんそうですし。いいじゃないですか、なんでそのブルギョンさんの人と人とのぬくもりを大事にするスタイルがすごい似てる、リモートじゃねえ、リアルだ。やっぱり一緒にご飯食べてこう唾飛ばし合わないとやっぱり、はい、生まれるものも出てこない、出てこないですねすごいな。僕ちょっとなんかこう勘違いしてましたけど、それこそ IP とかね利権とかって、はい、なんかこうあの契約書巻いたら終わりみたいな、うんうん、契約書自体はもちろん意味ありますけど、契約書に書いてあるものを守るっていうことってなかなか難しいですよね。うちに預けてくれたそのやっぱり判件元の気持ちとかっていうのをやっぱり大事にしていかないと。だからやっぱりそのさっきのねペコちゃんの話もじゃないですけど、はい、ペコちゃんっていうものに対して韓国らしいアプローチや新しい命を吹き込むのであれば、逆に言うとどういう物語でそこまで来てるのかっていう相手の気持ちも大事にしなければいけないっていう ね、思いがすごい感じますね、はいはい、昔はあみんなが好きだから僕も好きっていうような認識が多かったんですよ。韓国も流行ってるから俺もやるみたいな、みんなあれ持ってるから俺も欲しい、はい、でも今は違います。みんな持ってるものは嫌、自分だけの、だからキャラクターの付け方とかも昔はやっぱり俺も持ってるよみたいな感じでこの辺に ど真ん中にですね、はい、キャラクターの絵が載ってたりとかこういうのが売れたりするんですけど、今は本当に極端に言うとこの辺にキャラクターがあったり、自分見えるか見えないかみたいな、自分だけ見えるような場所ですね。あのキャラクターの付け方とかデザインの仕方とかも人と同じものは嫌だって感覚とか、はい、自分だけが持ってるとか、はい、そういうリミッテド感っていうか、うん、そういうのがすごく大事になってきてるのと、あとはやっぱりもうちょっと若く見えたいっていう気持ちですね。極端に言うとその現象が感じられるのは、例えばロッテワールドとか、はい、エバーランドとかあるじゃないですか、はい、みんなセーラー服してセーラー服着て来るんですよ遊園地に。30代とかですね、20代後半の大人が男も女もですねデートするときにセーラー服着てくるんです。へー、でそのセーラー服を貸してあげるお店とかが周りにたくさんあって、でもうまさに気持ち的に中学生とか小学生の時の気持ちに踊ったっていう雰囲気を演出したいわけですよね。でしかもポイントはあれですね、はい、それを街中でやりたいんじゃなくて、うん、エヴァワールドとかロッテワールドみたいな、そうですね、その要は確立されたこの世界の中で、はいはいはい、現実逃避できる自分がそこで生きてるわけだ、おっしゃる通りです、はいはい、言ったら超ニッチなそのバーチャルワールドというかもうメタバース的な感覚になってて、なってるんです、はい、そこでデートしてこう楽しさを倍増させる。韓国のそういうアニメとかヒットものって、はいはい、どれぐらいこう続くものなんですか。ぐるぐる変わっていくのか目まぐるしく新しいのがどんどん出てくるのか。デジタル系の IP っていうのはなんとなく生命力が短いのかなっていう気はしますね、はい。でそれよりやっぱり本だったりやっぱり長いですね。やっぱり世界観がしっかりしてるからだと思うんですけど、あ、はい、
そういう意味では今日さっきキャラクターエキスポでも見せていただいた、YouTube とかデジタルのコンテンツから始まって、はい、まあ、理由は子供がたくさん YouTube だけを見ないように本にしてるっていうのもあるかもしれないけど、はい、世界観を長作りさせるためには逆にそっちから本に落とし込んでまた別の命を吹き込んで長生きするとか、そうなんですよ、そういうのも大事ですね、はいはい、そういう部分もだからコントロールしていくわけですか、コンテンツを預かるっていうと、はい、もちろんです、はい、これをどこに預けるのが一番いいのか、はい、あえて例えばテレビに出さない場合もありますね、はい、IP 戦略ってめちゃめちゃもう複雑で、とても複雑で、やっぱりメディア戦略も非常に大事だし、あとはメディアとしても韓国で実は子供チャンネル、いわゆるアニメチャンネルが17曲ぐらいあるんですよ。ほう、世界的に世界で多分一番多いんじゃないかなと。テレビで、はい、そんなにあるんですか。はい、うちがやってる例えばおしり探偵とかはですね、17チャンネルの10チャンネル以上で放送してるんですよ。そういう感じで同じテレビメディアでもどれだけ広げるか、マルチチャンネル戦略を使うか、ワンチャンネル戦略を使うかですね、それもすごく大事ですね、はい、そうするとブルギョンさんの仕事っていうのはもちろん韓国のドメスティックに対してどういうふうにブランディングをしていくかってこともそうだし、はい、でも海外とのコンテンツの出し入れのバランスもあるし、はい、またそれをそのまま持ってくればいい場合もあるし、はい、そうじゃない場合もあると、そうですね、いうことでは、はい、両方のトレンドを追いながら常に韓国の、はい、そして世界のトレンドを追っていくトレンドセッターじゃないといけないから、そうですね、相当インプットも多くないといけないし、そうですね、相当多いですね、だからそういうところに結構私の経験だったり仕事の今までのある意味結果とかそういったところを結構信用してくれてもらってるので、今はいろいろ任せていただいている作品を、いやそれはブルギョンさんしかできない仕事だわ、はい、経験も必要だし 愛情も必要だし、日本 IP に対する理解も必要だから、あんまりそこはいないんです、そんなに、はい、さあということで今回はですね、アニメコンテンツというところについてブルギョンさんにお話を伺いました。いかがだったでしょうか。やはりブルギョンさんが一番お仕事の上で大切にされているのはここですよね。やっぱりその01を作る人が一番すごいと思うんだというふうにオフトークでおっしゃっていたんですけれども、まあ、そのしっかりと気持ちを大事にされた上でですね、コンテンツを広げる上でどういうふうに何を大切にして何を伝えたいのかという部分がやはりその仕事の上で最も大切にされているところ、そしてそこが誰にも真似できない彼らしい働き方になっていたんじゃないでしょうか。それではご視聴いただきありがとうございました。またさあ、ピボットをご覧の皆さん、こんばんは、めぐるでございます。現地で自分の目で見て耳で聞いて触れられるからこそお届けできる情報というのを伝えていきたいと思います。ぜひチャンネル登録いただいてですね、これからこちらの番組フォローよろしくお願いします。